皆さんごきげんよう、ヒロです。ナオです。本日お邪魔するのはこちら、2代目川島ジャンボ様でございます。はい、いやもうね、こちら川島ジャンボさん、はい、安い、うまい、ボリューミーというね、もう本当に三拍子が揃った素敵なお店様で、はい、まあ、僕ら大ファンなんですけれども、はい、本日お邪魔したのには、うん、はい、一つちょっと理由がありまして、はい、なんと期間限定コラボメニューを新しく開発されたということでございますよ。はい、それはもう食べるしかないでしょう。岡山県アイドル、うん、ココナちゃん、はいはいはい、はいはい、一緒にあの CM とか出させていただいたんですけれども、うん、ココナちゃんとのコラボメニューが期間限定で今食べられるみたいですよ。なるほど。いやね、一体どんなメニューなのか、はい、はい、ということでね、はい、ここでちょっとココナちゃんからメッセージいただいてますので、はい、皆さんにご覧いただきましょう。はい、VTR スタート。はじめまして、岡山県アイドルココナです。今回は川島ジャンボさんとのコラボ商品を紹介させていただけるということで本当にありがとうございます。ぜひ美味しいので食べに行ってください。それじゃあ皆さん、バイバイ。はい、いや可愛いね、やっぱりココナちゃん。そうだね、はい、ぜひ皆さん応援してくださいね。はい、はい、ということでね、はい、まあ彼女らしいコラボメニューが出来上がってるみたいなので、みたいなんでね、はい、早速いただいていきたいと思います。はい、それでは早速いってみよう。はい、なおさん、はい、店内の方にやってまいりました。はい、今回はね、うんうん、ちょっと他のお客様のご迷惑にならないように、はい、特別室というか別室で撮影の方をさせていただきます。はい、それでは早速、はい、メニューの方見てまいりましょう。はい、では行きます。はい、おお、もういきなりトップページにコラボメニューが掲載されてますね。はい、あの2代目川島ジャンボさんなんですけれども、はい、あのコラボ企画、うんうん、企業さんやね、こう、まあ、個人の応援してる方とかとされてるみたいで、うんうん、今回ココナちゃんのやつは第2弾のコラボ商品メニューになってるようですよ。なるほど、はい、ちなみに第1弾のメニューも今まだ食べれるみたいだね。みたいだね。はい、こちら総社市健康医療課様とのコラボメニューで、おー、たっぷり野菜の天ぷら御膳だって。お、ヘルシーメニュー、三つ星メニュー。確かにね、確かに天ぷらってカロリー気になるけど、野菜だったらちょっと罪悪感減るよね。あ、そうだね、まあ多分油とかにもこだわられてるんじゃないのかな。うんうんうん、そしてはい、こちらコラボ企画第2弾、岡山県アイドルココナ様。はい、名前が、うん、ジューシーフィーバーって言うんだって可愛くない？まあ、アイドルっぽいよね、確かに。可愛い、はい、で、どんなメニューなんだろう。あ、甘酸っぱいチキン南蛮が乗ってたり、うん、あ、ハートの人参、あ、いいね、ハートの人参、うさぎのゆで卵、うん、あー、ココナちゃん、うさぎが好きって言ってたわ。あ、そういうことなんだ。前言ってた言ってた。あ、それを活かしてるね。あ、多分だ、そうだね。中におうどんが入ってるのかな。はあはあはあ、あ、どんな感じなのかすごい楽しみ。楽しみですね。はい、で他にもね、メニューの方たくさんございます。そうだね、見ていきましょうよ。はいはい、あ、そうだね、はい、あ、今日今回さ、私カレーも気になってて、はい、食べたいわけ。カレーもいっちゃいますか。うん、僕はちなみにね、うん、あの前回の動画で、はい、大盛り企画で一品目がカレーだったから、そう、はい、あっちが美味しかったですよ。そう、美味しい美味しい言うからさ、はい、ぜひその時の動画リンクに貼ってますんでね、はい、概要欄よりチェックお願いします。はい、はい、到着いたしました。なおさんが頼んだ商品はこちら。はい、チキンカツのキーマカレーライス、黒龍です。はい、黒龍ってついてるあたりがなんか、ね、意気込みを感じるよね。ねえ、はい、めっちゃいい匂い。やばいね、うん、すごいね、ミンチ。すごい、うん、はい、いただきます。いってらっしゃい。うん、おいしい。おいしい。うん、全然辛くない。あ、そうなんだ。うん、コクがある、すごい。へえ、うんうんうん、結構細く切られた玉ねぎがしっかり入ってるので、うんうんうん、はいはい、玉ねぎの食感とお肉のジューシーな感じの口触りと、うん、
一緒にルーが入ってきて、うん、めっちゃ美味しい。うん、いやそれはもう米無限ですな、うん、これ大盛り無料やった、はい、ちょっとカツもいただこう。行きましょうよ、このビッグサイズ手のひらサイズのカツですよこのカレーがかかってる部分なんか絶対美味しいよ。もうはい、やばい、出来上がってるもん、はい、いただきます。はい、おいしい、カレーとの相性抜群。お待たせいたしました、はい、こちらが、うん、岡山県アイドルココナ様とコラボして誕生したメニュー、ジューシーフィーバーでございます。いや、フィーバーしちゃってるねこれやばいぐらい大きいからね、はい、まずね、うん、このビッグサイズの唐揚げが6個でしょ、はいはいはい、ね、うん、で、さらに、うん、見てください、これ手こんでるよ。うさぎちゃんの形をしたゆで卵と、うん、ハートの人参ですよ。かわいい、かわいい、いきます。はい、じゃあやっぱ唐揚げでしょ、これ、うん、乗ってるのね。いただきます。はい、失礼します。ジューシーフィーバー知ってるわ。ジューシーフィーバーいただきました。はい、麺はね、もう安定の川島ジャンボ様ですよ。そうなんだよね、もうほんと美味しいもんね。もう噛まずとも喉にスッと入ってきちゃうよね。うん、いや、なんでだろう、こんな美味しいんだろう。結構野菜も入ってんじゃない、それ。そうなの。うん、これはキャベツかな。キャベツが入ってんだ。そうそう、ほんとだほんとだ。これも大地を表現してんじゃない。あー、なるほど。うん、キャベツもいただくよ。はい、うん、食感も残ってて、あー、美味しい、美味しい、ね、うん、で、唐揚げもいって、うん、米食べたくなるんじゃない、それ。うん、ねえ、これ全体的な味は、うん、冷やし中華みたいな感じ、うん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 、それのおうどん版みたいな、はい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 、うん、ちょっと酸味があって、うん、お野菜もたっぷりで、はい、うん、そんな感じかな。だから冷やし中華好きはもう絶対マストですよ、これは。いいね、うん、なんか夏季限定みたいなイメージあるけど、それがまた冬場でいただけるっていうのもいいね。そうだね、うん、うん、美味しいわ、美味しい、うん、うん、よく考えたね、これ。ね、うんうんうん、だってココナさんが監修したわけでしょ、うん、そうだね、マスターと一緒にこういろいろ案を出しながらやっぱ作ったんじゃない。料理の才能もあるのかな、もしかしたら ね、 ね、うん、はい、じゃあちょっと、うん、ラブラブハートでいや、それこれもポイントだから、うん、いただくよ。やっぱりね、うん、このハートからは、うん、マスター、そしてココナさんのファンへの愛が伝わりますな。伝わった？感じたね、僕は。受け止めたよ、今。オッケー。うさぎさんもね、うん、可愛いよね、そのうさぎね、うん、美味しいよ。ゆで卵からね、それはね、うん、飛び跳ねてくるから。そうだね、うん、うん、でも、うん、ほんと食べてて、うん、楽しい気持ちになれる。あー、うん、いいね。とっても素晴らしい、うん、コラボメニューだと私感じましたので、はい、ぜひですね、うん、皆様も、はい、期間限定ですから、そうだね、はい、うん、気になる方はぜひ、はい、お早めにですね、はい、こちらジューシーフィーバー、はい、ご注文してみてはいかがでしょうか。ごちそうさまでした。楽しかったね、なんか、うん、美味しかった。コラボメニューもね、うん、美味しかったけど、なんか途中ナオさんにがっつり取られちゃったけどねそうそう、あの、うん、甘酢が好きで、うん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 、
今日はヒロさんが頼んで食べるっていうことに決めてたので、もともとね。そうだよ。そうだからちょっと私も味見をねもちろんしたいじゃない、うん、食べたら甘酢大好きで美味しくて途中で交代になっちゃったもう変えてって言って私あのジューシーフィーバーをいただきました。いや僕もね、でも食べたからすごい美味しかったですよ、本当にさっぱりしてね。そう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 、うん、いくらでも食えちゃうよって感じでした。そう、うん、私、まあ、チキンカツカレーの方もいただいたんですけど、はい、やっぱあのビッグサイズのチキンカツですよ。あ、大きかった ね、 ね、野球のグローブですあれはねああでね、カレーの方もですね、まあ、こうどこか懐かしい感じなんだけど、うん、手が込んでるっていうのが伝わる、ね、とっても美味しいカレーでしたからね、ぜひ皆様こちら2代目川島ジャンボ様の方でですね、はい、コラボメニュージューシーフィーバーとですね、はい、その他メニューも美味しいんでね、はい、ご注文の方してみてください、はい、改めて本日は2代目川島ジャンボ様でした、はい。私たちどこいこチャンネルは岡山のグルメ情報、スポット情報なんかを週に2回配信しております。チャンネル登録を済みでない方はチャンネル登録よろしくお願いします。本日は以上、どこいこチャンネルのヒロでした。ナオでした。バイバーイ。